それでは続いての陳情に参りましょう。続いてのお悩み、かつて長崎街道の宿場町として栄えた佐賀県嬉野市から、ここは日本三大美肌の湯として知られる嬉野温泉。そしてこの温泉の町に24年前にオープンした施設が肥前夢街道。江戸時代の宿場町を再現したこちらの施設、嬉野温泉唯一のレジャースポットとしてにぎわう。しかし不況の煽りを受けて12年前に経営は破綻。現在忍者村としてリニューアル。忍者になりきったちびっ子を中心ににぎわっている。しかしそこに問題が。忍者がいたっていう、歴史的背景をちょっと今探しています。実は嬉野市に忍者がいた歴史的事実はない。なんと今になって後付けで忍者を探しているという。忍者がいた証拠がない以上、死もバックアップできないのが現状で。やられたという、資料でもいいですしね、言い伝えでもいいと思いますので、今本当に探してますので、ぜひお願いしたいんですけど。佐賀県嬉野市と肥前夢街道からの陳情。忍者がいた証拠がなくて困っています。首相、忍者がいなくて、うわー、ありがとうございました。忍者がいなくて困ってます。やったらあかんやん。だから今回ですね、やっぱり皆さんちょっと協力を得てですね、だから歴史の書物を調べて、絶対伊賀か甲賀にいるはず、出身がねあります。いろいろとこの佐賀にもいるんじゃないかということで、ね、ちょっと頑張ってるんで、ちょっと困ってる佐賀に、まずちょっと山木さん紹介してください。はい、陳情にいらっしゃるのはこちらの方々です。嬉野市長の谷口太一郎さん。市長です。お前が谷口市長なの？谷口市長、私がマニフェスト。いや違います。肥前夢街道の専務取締役川野真也さん、同じく肥前夢街道の忍者鶴木玄三さんです。忍者と言いながらもうただのおっさんですから。証拠がないんですから。職業忍者、職業忍者、ビジネス忍者ですよ皆さん。なるほど、 DNA はないわけで忍者が。そうなんですよ、どうしてもそういう忍者がいるという歴史的証拠をつかみたいと。そうですね、今まで一生懸命努力して探してるんですけど、なぜそこまで忍者にこだわるかというのを、ちょっとこちらのグラフご覧ください。はい、ありますね、こう。何が？もともとその温泉で有名なこの嬉野市、大分はね、どっとお客さんがいたんですが、やはり不況の煽りでちょうど下がった時に忍者村をオープンしたらまたお客さんが増えたんです。あー、なるほど。だからどうしてもやめられない、やめられないから、ここまで来たらどうしてもそういう証拠があればね。一応この川野さんのこの肥前夢街道って民間の施設なんですよ。はいはいはい、民間なんだ。そうだ、そこでね、PR したいんですよね。はい、そうですね、いろんな PR、ただでもね、ちょっと限界があるんです。やっぱ市とタッグするにはどうしても証拠が欲しい。そうですね、私たちも一緒にやりたいんですけども、本当にこう史実が欲しいんですよね。そう、なるほど。市としてはしっかりした証拠があれば市もバックアップしようという。ああ、だから今はスタップ細胞みたいなもんなんだ。そうだね。忍者の細胞はあるんですか？ありますね。今回ね、いろいろと考えてるんですが、嬉野市としての野望あるんですね。はい、ちょっとこちらご覧ください。どんどん、はい。伊賀、甲賀、佐賀と、これ非常にね、忍者がいればボロがいいんですよね。伊賀、甲賀、佐賀ってちょっとおかしい。いやいや、いれば非常に忍者三大名地みたいな感じで非常に覚えやすい。ほんならもう瀬川も入れましょうか。瀬川最終的にはゲームを作ろうと。そういうこと、いろいろとまだ活動もやってると。はい、こちらの方をご覧ください。ちょっとあるんですね、いろんな懸賞金付きのチラシですね、これ。あ、なるほど、はい、忍者はいるかいないか。そうです。うわ、これを嬉野市内の、新聞の折り込みとか、はい、
いろいろ入れまして1万枚ぐらい、1万枚ぐらい、はい、そんなやってるんだ、はい、そしたら反応があって、はい、前世が忍者だという方から連絡が来まして、ほんで住所聞いたんですね。でも、まあ、名乗るほどのものでもないですけど明らかかっこいい、かっこいいな、木枯らし文字の生まれやで、ね、お名前は名乗る本のもんでもない、かっちょいいな、それ本物でしたか、それ、まあ、女性なんですけど、はい、女性、女性、そういうふうにこの皆さんの熱がですね、あの曲を動かしたんです。え、 NHK の協力を得る、真面目さんの頑張りが伝わったんだ、はい、そうですね、NHK の佐賀放送局からですね、はい、一緒に取材をしたいということで、で、その調査の協力を得まして、うん、で、まあ、分かった結果がですね、佐賀に山伏がいるっていうことで、で、まあ、一説で山伏イコール忍者って言われてまして、で、山伏は全国的にいるんで、その佐賀だけの佐賀だけというの放送されずに結果 NHK のちょっと協力も得られず、うん、今回この番組がちょっと頑張りました、うん、あ、探したんだ、はい、肥前夢街道が行っているその忍者のね証拠探しに佐賀県が生んだスター花輪くんとナイツの花輪くん、はい、あの兄弟でちょっと証拠探しに行ってますんでご覧ください、どうぞ。花輪兄弟です。どうも、どうも、実は兄弟です。佐川出身の花輪兄弟、まずは園内を散策。兄弟2人でのテレビ出演は久しぶりだとか。あ、ここ忍者の村って言われてるんですけど、忍者がいたという証拠がないんですよ、佐賀に。いや、知らないです。実はね、佐賀県のね、はい、忍者のね、いたっていう証拠がないの、まだ。知ってる、なんか証拠。知らないよね。でもいたでしょうね。いたと思います。いたと思います。いたと思うんですけどね。いや、嬉しい。信じてくれてんだよ、信じてくれてますから。絶対。さらに街中でも聞いてみた。忍者の情報、中ですかね。いや、ちょっと聞いたことないです、ね。中ですか。聞いたことないですかね。聞いたことないです、ね。見たことないですか。はい、なんか例えば手裏剣で、あの後ろから狙われたとか。いや、そういうこともないですね。服部はずじゃないです。柔道です。え、柔道です。あ、柔道ですよ。半蔵から柔道したと。おやじギャグじゃないですか。地元の人々に聞き込みを行う。忍者に関する有力な手がかりが得られない中。忍者の、忍者。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 ちょっと今、忍者情報を探してまして、本物の忍者。会ったことありますか。いや、おなんか、おおたわたなんか、何ですか、もしかして、なんか初めてですよ、これ。どういうの、あ、なんだ、あ、何ですかこれ、なんか出てくるんですか、その中から。これ温泉さらに聞き込みから、あの服部家に通じる人がいるとの情報が。ああ、これ完全そうじゃないですか。スタリガマのね、はいはい、後ろについてる、ね、これ完全そうですよ、はい、この使い方の動き、動きはこれでしょう。あ、完全に完全忍法と一緒ですよね。そうです見たことあるな。あ、これもそうじゃないですか。今日もこれもこうやってキーってやってるやつですね。あれ忍者じゃない。これ一つ仕事に今日も飛ばされた。今日も飛ばされた。忍者仕事にしてます。一日捜索しても忍者の情報は何も得られず、とここでナイツ花輪がある作戦を提案した。あるじゃないですか、知恵袋。知らない？インターネットのヤホー知恵袋っていうのがあるんですよ。ヤフーだろ。ちょっとさ、突っ込んでください。だいたい分かってます。父親がいないんですから。早速ヤフー知恵袋に投稿。佐賀県嬉野市に忍者がいた証拠を探しています。果たしてどんな情報が集まってきたのか。いやー、ということで、最終的にはですね、ちょっとヤフー知恵袋の質問で、それで解決しようと思って、あのロケから5日経った後、
一件来ました。あ、それは期待やね。嬉野茶を売っていた大浦慶は忍者だったのではという。遊女に変装し出島に潜入したり外国に密航して情報を集め、坂本龍馬大隈重信裏番と信仰を持っていましたという、この大浦慶という。あ、さっきのあの名乗るほどのもんじゃございませんというのはこの人のかもわかんない。いや、もう師匠、はい、来ました。いや、この情報はですね大変ありがたいんですが、ああ実はこの方はあの嬉野の方じゃなくて長崎の方なんです。ああ、非常にありがたい情報なんですけど、ちょっと残念だなと思うんですけど。小池さん、いかがですか。どうですかね。多分ね、この忍者っていうのは一種の傭兵ですよね、はいはいはい、だから戦のあるところに呼ばれていくということはありますけど、で、だから嬉野ピンポイントかどうか別にしてもですね、日本中あちこち、あの営業してたんじゃないでしょうかね。ですよね、うん、だから伊賀のもの、甲賀のもの行ってたかわからないんだ。そう、だからね、その可能性は子孫が残ってないのかな。実はですね、その後も番組スタッフが独自調査をしたんですけれども、ちょっとこちらご覧ください。この後まさかの展開に。番組スタッフが調べたところ、一つの手がかりを発見。それは江戸時代嬉野地方を統治していた鍋島家が残した蓮池藩日誌。この中に1667年島原調査のため鍋島公は田原安左衛門を宰相として使わし、動静を探らせたと記されている。忍者に詳しい三重大学の川上先生に話を聞いた。まあ、忍者っていうのはその時代とかその地域によってあのいろんなその故障っていうのが異なるわけですね。その中にその宰相というものもあるということですね。なんとこの宰相という言葉こそ忍者を指す呼び名だという。その証拠に忍術について書かれた江戸時代の秘伝書万仙集会にも宰相という言葉が記載されている。田原っていう方がその情報収集する主体的なものの、その能力を有しているという、そういう見方もできますね。つまり田原安左衛門は忍者として活動していたのだ。さま師匠、嬉野にはちゃんと本物の忍者がいたようです。知りました。初めて知ったんですか。蓮池藩に来てるのは知ってるんですけど、うん、そんな感じに書いてあるとは初めて知りました。何で読まなかったんですか。言ってますけど意味が分からなかった。意味が分からなかった。このアホアホって市長じゃないアホって川野さん、よかったです。いや、まさか見つかってるとは思わなかった、これでもう堂々とできるわけだ。これ市としてはどうですか。これ市長聞いてこういうの、いや素晴らしいですね。もう今日初めて聞きましたので、はい、帰ってからまたいろいろ話し合いをして、うわ、これは素晴らしい。いやいや、頑張った甲斐あったね。ありがとうございます。よかったです。2人で頑張った甲斐、うわ、これはすごいね。うわ、この手どう。いや、よかったですね、本当にね。今日のね、思いがちゃんと、おめでとうございますですよ、本当に。私たちいらないよね。えもうほんまにすごいですね、うん、だって言ったら NHK もそうそうそう見つけられなかったものを見つけたわけですもんね。というわけでまた、次回あるかどうか、ね、楽しみにということで、はい、今日はこの辺で、どうも皆さんありがとうございました。稲垣吾郎大臣の主演舞台恋と音楽2が6月13日から東京パルコ劇場にて開催。バナナ、いい加減にしてください。じゃーん、のど派の金麦、金麦クリアラベル新登場。おいしいのど越し。数
ーパー森永東洋水産春のマルちゃんフェア。大人気赤いきつねに緑のたぬき、マルちゃん製麺にごまだれ冷やしや三色焼きそばなどチルド商品も加わり、スーパー森永各店で好評開催中。第3回北川テレビ CM コンテスト、グランプリ目指して企業 CM を作ろう。グランプリ賞金10万円、さらに作った CM がオンエアされちゃいます。未来の CM クリエイター集まれ。第32回生き生き郷土佐賀県の大物産展、佐賀の伝統の技、懐かしい味、絶品スイーツを一堂に、5月21日から26日まで佐賀玉屋で開催。